止まりましたか。ダメか。そろそろブタバイ再起動してみてもいいかな。ピークに行ったら、あそこでもやるなら溝の方がいいか。こっちの方だとそもそも電波が届きにくい可能性があるから、今来た人の蔵です。動いた。ロードレスらしいですね。忘れてるだけかも。競輪選手楽勝になれますよ、明日にでも。いい音でどうでしょうか。セブンだ。埼玉のツール・ド・フランスとは何ですか。ツール・ド・サイツ、ツール・ド・秩父っていうのは昔あったけど今ないんですよね。まあ、ここだったら電波はなんかマシに見える。ラ・フランス11月頭なんで、でももう申し込みは終わってると思います。割とすぐにもう最近は申し込み枠がなくなってしまうので、今何名、何百人やってるんだったかな。200人だったか300人だったか。前やった時はあの 週のど真ん中の休日にやったことがあって、そう大人気で、平日にやると朝8時スタートだから、あの関東圏の人はどうやっても新幹線とか飛行機じゃ間に合わないっていうスケジュールでやって、その時にあの時はアツさんと一緒だった時かな。その時我々はあの休暇を取って前日入りしたんで、最も遠くから来ましたでしょう落としてラ・フランス5キロもらったりしましたね。じゃあこの辺でちょっと放送状況を確認。そうよく来たでしょうっていうのも、最高級ラフランス 5kg だから、かなりの値段だったと思いますよ。少なくとも参加費の3000円ぐらいだっけ、よりは高いと思う。そうツールドラフランスは参加費安いんですよね。あ、なんだ映像来てんのか、微妙だな。解像度落としときますかね、あらかじめ半分に。あれ？おや？中山からいらっしゃいませ。玉くん。陶芸機。まあ画質の時はあれですけど、
東京駅面白かったですね、シチュエーション的に。ちょっと朝の残りの充実野菜をいただいて、ああ充実する、夜なしてことかうまくないよ、うまくないよ、決してうまくないよ。よいしょ。あ、あの左の道は道先よ。ん、まだ、そう、充実野菜。あの左ランプが行った向こうの道は、ああ内陸の方に行く道か。私はこっち。前回なんかあんなに山ばっかり見えた覚えがないんですけどね。あんなに向こうの方山だったっけ。晴れてきてるかな、天気良くなってきてますね。でもここは日差してない今。日暮れまであと1時間ぐらいかな。あ、ここの日の入り16時51分だ。もう5時切ってんのか。野菜ジュースは、もう日暮れまであと50分ぐらいか。早いな。こっちは青空ですね。こっちもう日暮れが、夕暮れ5時切ってますよ。4時50分です。あと曇ってるとだんだん肌寒くなってきました。ちょっと肌寒いです。でもこれはさっき登りで少しかいた汗が今で冷えてるからかな。市街地までまだしばらくありますね。なんとか夕方5時ぐらいに着ければ、そうそう、加工食品、うん、年末とか走ります。やっぱ沖縄暖かくてよかったですね、去年は。私は寒いの苦手だから、ああいうのはいいな。できれば石垣島とかも行きたいんですけど、なかなか安く行く方法がなくて。あれ生チケットだったら片道4万とかですよね、確か。橋を直しています。あの帰れなくなった島ちょっと面白かったです。あの島、伊平屋島ですね。伊是名島の右側の東側の、伊是名島のあの時割って民宿がある周りの、あの集落も良かったな。災害は暑いより寒い方逆だな。私は暑い方はまだ耐えられます。まあ、ただものすごく暑い中で寝るのは苦手なんですけどね。活動するならまだ暑い方が私はマシです。でも最近の夏の暑さはシャレならない暑さっていうの結構ありますよね。まあ、片道ですよ、電車。うん、そうですね。真っ暗に、夜になったのか。うん、帰るになりますね。
国会の旅行でございます。決してなんかその持ちメディアじゃない持ちサミットを取材に行くとかそういう大それたことじゃなくて、あくまで普通に食いに行く。年末は函館さんに行きません。雪の進軍しません。こんなまあ遊びじゃないんだ、遊びじゃねえんだ。もうしばらく行ったら大谷海岸かな。おあれ大谷海岸だっけ、大谷海岸だっけ。旅行は前よりはまあそうですね、普通の人に比べればかな、世間一般の人に比べればか。じゃなくて私は趣味がこれだけだからですね。ネローさんか、あの人寒さ強そうだからな、取り憑かれたように。それあるかもしれないですね。楽しむんだったらこれしか思いつかないっていう、というのはある意味取り憑かれてるのと同じじゃなかろうか。ニコ生する人は遊びじゃないから。40度あー確かに疲労は残りやすいかな。暑いと、暑いだけで体力使いますからね。でこれはもともと無事だったファミマですかね。セイコマじゃないです。ん、真冬に何サイクリング。ネロさん雪の中走ってましたよね。なんて物好きな、信じられん。寒い中わざわざ走るなんてっていうのは何でも言えることかな。何々なのにわざわざ何々するなんてって何でも言えるな。函館さんでどのぐらいまであの人は耐えられるんですかね。その雪の時期にあのキャンプやってたんですよね確か。違ったかな。前北海道走ってた時ってキャンプしてたんだっけ。今なんか魔のカーブとか書いてあったような。雪の中で無風でじっとしてればですかね。ん、箱だお、うん、先生はスパイクで走って、スパイク付きタイヤで走ってましたよね確か。メロさんはここはちょっと歩道じゃなくて車道の方がいいな。何がめったに積まないの。いよっとスパイクタイヤありますね。結構高いらしいですよ。1万円くらいか。いやしかし狭いなここは。あ、メロさんが今なんかいたけど聞き取れませんでした。聞き取れませんでした。今のメロさん本人かな。何にスパイク。ドライブインだ。やってないもん。氷キャンプ？氷？タイヤ業界。業界ってタイヤだけの業界ってのもあるのかな。あるのかな。朝からずっと下り続けてて計算が合わない気がする。そんなに登ったっけ。うん、アンドロイドやっぱ楽ですよね。1個だけで完結するし。問題は私のこだわりのヘルメットマウントがしにくいこと。
まあしてる人もいるけども、さっきあの名前出してた人とか。振り続ける？しばらく無理見た。この辺りなんかそんなに爪痕らしいものがないな。そう、頭に貼るにはバランス私は取らなきゃちょっと苦しいんですよ。メロウさん、よくあの普通の重さのあれ何でしたっけ、ノキアかどうかでしたっけ、アンドロイドのあれは。夏にメロウさんあれヘルメットの前の方につけてたんじゃなかったかな、確か。バランス取れてないんじゃないだろうか。私はほぼ重心のあたりにGoProつけてますけど、頭内臓、まあ、ヘル後付けなんか技術的には存在するらしいんですけど、ちょっとまだ普通に使うには無理っぽい感じでしたね。アプリとしてアクセスはできるけど、他のそのカメラ使うアプリにそれを使わせるような仕組みはできて なかったんじゃないんだっけ。よっ、アプリ持ってないと。どんなヘルメットだ、最初からカウンターウェイトが入ってるのか。気仙沼まであと16キロまだあるな。カウンターベイト、戦車の砲塔みたいに。まだまだだな。あ、でも16キロ、いやダメだ。どう考えても晴れうちには気仙沼には。え、サイズだから今私はウエストバッグの中にパソコンと外部バッテリーと USB オーディオデバイスだけかなを入れて、そこから線いっぱい伸ばして参りますね。あと2時間あれば着くと思います。ただ2時間後にはもう真っ暗です。1時間以内に着けばまだ少し明るいとは思うんですけど、多分気仙沼の港にはもう間に合わない、明るいうちには。輪行する前にざっと見てこようかな、雨降ってなければ。トラックがもう、またトラック待たしてる後ろに。どうしようもないよ、ここ歩道は狭いし。引かれないように気をつけます。引かれそうになったら抗いますから。よっと、ダンプダンプ、申し訳なくなりますよね。実際その状態ってあの相手をイラつかせてる可能性が高いから、危険性が高くなりますからね。ただでもこれほどもちょっと狭いんだよな。よし、休憩所場所も分かりますからね。あ、ハートビート、ハートビート、ベクシータクシーじゃないのか、あれ。
ぱりあのトラックの類がこの幅だと自転車でるとすり抜けられないんだ。対向車線がいると普通の車両は追い抜いていくから。イオンまで12キロ。ここでね、本玉。ああ、まただ。ギリギリですね。なんかのトラック待たせてて、あの後ろで待ってくれてる状態で追い抜くときにサンクスとかいうのを伝える方法があればいいんですけどね。サムアップ的な。大谷海水浴場、大谷だったかな、大谷かな。そう、中指違う。寒く、こっちはしばらくじっとしてると寒そうです。今走ってるからいいけど、汗かいたら冷えるんですよね、後で。この道あれですね、去年そうでもなかったけど、今年は車多くて走りづらい、ハザードで。この道は好き好んで走る道じゃないな、ちょっと去年こんなに感じなかったのにな。去年よりも車が多くなってますよね。トラックをあんなに待たせることはなかったと思う。アクション、そうなんですか。誤解されますかね。まあ、私の自転車には両方ないけど。目的外仕様。ああ、なるほど。大谷海岸か、大谷海岸。車がなんでこんな多いんだろうな。元に戻りつつあるだけなんですかね、交通量は。そう、大谷海岸駅前の駅の駅舎が全く残ってなかった去年行ったら。もうしばらく歩道行くしかないかな。は見通し悪くて人が左から出てくる可能性があるのと、何しますか。そう、バスはあるんですけどね。またバス来た。いや違った、ベル、あ、しまった。ベル移植し忘れてる。あと15キロぐらいかな。そこはあの線路がバス専用路線として、普及されつつありますね。よ、真鍮ベル、実は今ベルレスになってます。自転車がクロスバイクからこっちに付け替えるのすっかり忘れてた。いや、やっぱないな。なので道交法的にも罰せられる可能性があるわけですね。これはなんか鳴らせるものあったかな。チリーン、違う、真鍮のベルはもっといい音がする。
キーンとも違うな、カイーンかな、カイーンかな、私の頭の中だとそんなイメージの音です。乗り込んで、そうカメレオン手に、そうあのマクベの真似をしたくなる真鍮のベル。でも道はもうちょっと広くなりますよね、だったような気がするんだけど、はい、いやいや、ん？分かるの？ジェ、私は今ねジェジェジェの言って言ってるの見たことない。アマちゃんがどんな人かはテレビで一遍見たような気がするんだけど。マクベうなぎオムレツはあったかな、あったかもしれないぐらいですね、よく覚えてない、あったっけ、頭の中で検索にヒットしませんでした。でもないという確信があるほどでもない。あ、ジェジェ映画ですか、えらい流行ってますよね。次潜らないと、台風まだまだ、あ、このたこ焼き屋さんあったあった、今日は夜何食べるかは特にまだ考えてない。あれか、私も結構そう思うんですよね。あれ、うなぎのタレってな何でできてるんですかね。うなぎのタレは、うなぎのタレはあれはうなぎとは別に完成されたものだと思うんですよね。あれってうなぎ成分入ってるわけじゃないんですよね、おそらく味は。電車が、うん、うなぎ自体の、いや、私うなぎのタレだけでご飯食えると思う。去年もこの辺りは配信できてたかな。あのソフトクリームとか、あのまあファーストフード屋さんは去年よく覚えてる。結構後半に見たような、砂糖醤油酒、やっぱその程度のもんなんですかね。などうなぎ、うなぎの匂いって多分にあのうなぎのタレの匂いじゃないですかね。うなぎ自身は割と油っぽい感じの匂いだけど、優しさで。アナゴはなんていうか、あの詰まったうなぎって感じがするな、私は。4体が釣り始めると大変な論争になりそうな気がする。うなぎタレ、あのうなぎタレ派、うなぎタレ主体派とか、うなぎ主体派とか言いそうだから。でこの道の駅が来たってことは市街地に登っていて、そこからまたずっと街中走っていくんですよね。白焼き実はないです。自宅で白焼き状態で食ったことは確かあるんですけどね、あんまりそれを料理として食べた覚えはないな。ん、蒸した、あ、蒸した、いいな、蒸したのもいいですよね。でもうなぎはいまだにとんでもない値段高い、今高いんでしたっけ。長いしたらグロすぎて、わ、好き嫌いですね。ただ好き嫌いはなんかどうしようもないところあると思うんですよね。で好き嫌いが感覚的なものがあるという上で、理屈で考えてどう解釈すべきかみたいな話も頭の中で一緒に共存できるといいなと思ってます。例えば、あの私はゴキブリが超苦手ですけども、気持ち悪い方面で苦手なんですけども、といってゴキブリをへと思わない人を野蛮人とか、あの
下に見ることはないですね。逆にゴキブリへと思わない人が羨ましいです。そうなりたいです。完全にそう、あれでもそんなにものすごい触っただけで手が腐ったりするような生き物でもないのにゴキブリ、あれそうそう、ああなりたいな。よし、これが昔あの駅が大谷海岸っていう駅があったとこで、あ、またバスだ、タコだ。前ここに私はツーリングワッフル忘れていきそうになりました。でその時にあった建物はほぼこれ残ってないんじゃないかな。元大谷海岸駅ですね。昔はあの向こうに線路があって、であの向こうの線路に渡り廊下というか階段があったんですけど、保全橋があったんですけど、んで前ここで私、2000何年だっけ、2010年だか来た時にあの駅の横であのラーメン作ってきたんですよね。渡り廊下じゃなくてあれはなんて言うんですかね、歩道橋でいいのかな。AK バスって書いてあるけど、あれはなんか痛いやつなんですかね。 AKBUS って書いてある。あれは単に趣味で貼ってあるだけなのか。で前はこの辺にセブンかなんかコンビニがあって、いまだにその時の、そう、震災前に走ったことあって去年来たんですよ。前この辺りにあのコンビニがあって、そこで買ったチャッカマンを今でも使ってます。チャッカマン的な商品、なんか多分チャッカマンという商標じゃないと思うけど、いやっと、どうせ、まコンビニなくなっちゃってるんですよね。確かセブンイレブンだったと思う。確かあの時ここでラーメン作るためにガスコンロに火つけようとしたらライトが切れてて、そんで買ってきた、近くのコンビニで。新しくできてるような、これ住宅なのかな。車庫バス、どこに止まってたのか。今なんで止まってたんだ、なんで止まるんだろう。テントと SD カードと、おスズメスズメ、 SD カードは橋の木の板の隙間から落ちたらしくて、一遍足元で跳ね返ったあのかすかなピンっていう音の後に橋脚の土台あたりで跳ね返るようなピンという音が聞こえたんで、
転車も落としました、そういや修善寺で。工事車両が去年よりえらい多い、えれい多い。このほどスピード出したら怖くて走れない。ちょっと子供が一人飛び出してくるだけで、その子供さんの人生も私の人生も終わりかねないから。走りたくないんですよね。お、え、これガソリンスタンド。珍しいな、ガソリンスタンドでこんな凝った建物は。ちょっと配信状況、状況確認。ああ全然行ってないな。じゃあさらに落としとこう。しない、する、よし。これでもダメならどうしようもない。結構なんか車が普通の車でも回ってしまう、回ってしまうな。そんな狭いかな、ここ。ちょっとあそこの車庫の上に登るまで。iPhone から。今止まってるってのはおかしいな。本当にボタン入れば完全エリア外になったのかな。いや、いやいや、目的地まで、覚えてるので、これいいか。どれどれ、
どこか。お？あ、あった。じゃあこれだともったいないな。こうだ。よし。なんか途中で配信がいかなくなってたみたいですね。いや、コメント聞こえてたんですけど、また電波かなと思ってたら、開始ボタンが押せる状態に戻ってた。で、今ここは、多分ポタファイが一旦切れてしまってから、それで途切れたんでしょうね。ちょっと今ここ出し直します。非常モード、ちょっとお待ちを。持ちロード。日暮れ、あ、ウェブカメラだと明るく見えてます、かなり。肉眼だともう、日中の明るさの半分以下になってるんじゃないかな、これは。感触としては。あと15分ぐらいですね、日暮れまで。今日の宿は錦江館。去年泊まった大鍋屋旅館さんのすぐ近くです。さて。そう、錦江館。あと何キロは、なかなかそれ聞かれるの厳しいんですけど、走ってる人間はあんまり把握してないことが、そうでもないか、普通の人は把握してるのかな。多分10キロちょいぐらいだと思いますけどね。もうあと15分ぐらいで日が沈むから、どっちに沈むんだっけ。西から昇ったお日様が東に沈むの逆だから、向こうに沈むんですね。すいません、宿代は一泊素泊まり4000円です。大広間だ、大広間。ん？フレックス？あれ、そういや、あの酒屋さんどこ行ったんだっけ。昔ホヤボヤが置いてあって、今福岡屋台村の方にそのホヤボヤが移動していた、あの酒屋さんはと、あれもう取り過ぎたかな。確か遡ってきたあたりにあったと思ったんだけど、もうちょい先だっけ。広い部屋に過ぎましたっけ。あったかな。あとで映像見てみるかな。覚えてたら、あの GoPro の映像で確認してみますかね。そう、坂のとこでしたよね。じゃあ私が秋めくらってことか。うわ、この辺りすごいですね。あれ怖っ。バカボンのパパより年上ですから、今や。バカボンのパパなんて実はまだひよこだった。あれ怖っ。ちょっと見に行きたいんだけど、車が必要がないかな。サイクル野郎って昔の漫画には平気で出てきた言葉なんですけどね。50代か、老けてるな。サザエさん20代でしたよね、確か。これちょっと怖くないですか。これは一体23、すごい怖いですよね。これは去年あったっけ。怖いです。表情もなかなかに怖いです。53、それがこんなことに。裏は特に普通の岩ですね。これは怖いな。なんで この岩だけこんな加工してあるんだろう。他のやつは一見なんな岩なんだけどな、実はこっそり加工してあるのかな。一部だけなんか尻尾が出てたり
中から目だけが覗いてたりとか。これと多分同じ材質の 岩だと思うんですよね、これ。なのにこれだけこんなことされてる。怖え。あとはないな。なんか不思議でしたね。お地蔵様なのかな。犬成分。去年確かこの先にツインビーっていうラブホテルがあって、その先あたりで会見いっぱい見たっていうとこじゃなかったかな。あれ裏道だったっけ。確かどっか裏道通るかなんかで。ツインビー検索した方が早いかな。毎度サミット1日に確かツインビーのとこではなかったかな。この先ツインビーはもともとアーケードゲームです。私の頭の中ではツインビーはアーケードの方。その後の出たなけはよく知らない。少し遊んだけど。ちょっと向こうに戻りたいですね。チャンスチャンス。そう、鈴を打ちまくります。青ベル取りまくれ。青ベル、ファミコンはバリアはあったんだっけ。アメフのままですか。まだ勘弁してほしいな。この辺りは、いや、そこそこ。分身があれ、ファミコンはなかったんだっけ。で、何調子。養老滝、はい、この滝。このゲームちょっとツインビーで検索しようかな。あの会見のところムーペン撮りたいな。で、会見のところ過ぎたあたりで、去年は GoPro のバッテリーが切れて、それに気づかずに気仙沼の港の方まで行っちゃったんですよね。お、いらっしゃいませ。現在地で TwinBee で検索。あれ全然違うところが出た。 BM ツイン違う。こんにちは。ジャパンカップ、前通ったの裏道じゃなかったかな。あ、そっか、どちら気仙沼の港の方に行くために裏道に行くんだ。そっちの方で見たんだ。鳥取魔法、島根と入れ替わる的な。ふう、暗くなってきた。出店者さんと仲よ祭り。もしかしたらプリケッツさんですかね。今のはもちサミットの中の人の一人の。時間ギリギリですね。あ、通り過ぎてなかった。あそこだ、元ホエボヤがいた場所。そうそう、畠山。あ、あなたですね。やはり生主さんだっていうの。プリケッツさん、生主さんだったとは。餅サミットの中の人でもある。ここですね、ホエボヤがいたところ。で、ここにいたホヤボヤは今は気仙沼の復興屋台村っていう屋台に店が集まったとこの表に立ってるんですよ。餅、またありがとうございます。明日雨っぽいけど、まあ客足が鈍ったら私には有利なんだけどな。サミット側としては客足に言うのは良くないと思うんですけど、私的には有利。カメラ、いや、そうか、どう配信するかまだ考えてないです。折りたたみ傘を持ってきたけど、そう簡単には配信できないでしょうね、遅くだと。体育館の中でどっか配信に使える場所があればいいんですけど、
あんまり中で食べたりはしちゃまずいだろうからな。駐輪場の屋根の下か。早く、微妙です。もともとの理想、あの考えたやり方は、あのすぐ横が体育館があって、階段と上のテラスがあるんで、テラスの上の手すりのところにカメラを置いて、あの会場全体を映したままで私はあの餅を買いに行って、で私が戻ってきたら、あのブルーシート敷いておいた中で私が餅を食う配信をするというのを考えてたんですけど、雨降ったらそれできないな。雨が降るとちょっと微妙です。私は餅が、あの餅料理あまり並ばずに食べられる可能性が高いんだけど、餅が好きならシェルバンが好き。シェルバン、おう、シートベルト着用、あ、赤飯好きですよ。赤飯大好きでございます。おこわ系好きですね。やっぱりもち米うまいですかね。もち米、セブのおにぎり、赤飯おにぎり、私もちょくちょく食べますね。赤飯おにぎりと、あとなんたらおこわ。今日はあの民宿です。金光館金港館。んお値段は何が、金光館さんはあの気仙沼あたりの宿泊場所の一覧がなんかあれ個人サイトなのかな、一覧書いてある中で、あの歴史を感じる宿みたいな、遠回しに古臭いって書いて、古いって書いてある、あの説明が書いてある宿の中の一つです。ちなみに大鍋屋旅館さんにもその表現が使われてました。安い、歴史を感じる宿みたいなのが気仙沼あたりに確か3軒か4軒ぐらいある中の一つが今日泊まるところですね。で電話出たおばあさんもなかなかにいい感じでしたよ。のんびりした感じで、笑いました。古い歴史を感じる、私はそういうとこ好きなんですよね。こう屋台近く、あの大鍋屋旅館さんも金光館もそうですね。もうあと日暮れまで数分です。やっぱり去年よりちょっと 2,30 分遅れてるですね。現状体力、去年どうだろう、去年より疲れてないかもしれない、もしかしたら。あまりなんか今疲れは感じてないんですよ、母言ってた割に。そう、鳥目です。もうちょっと先から右にそれる。お、いらっしゃいませ。あと10キロぐらいかな。北海道走りました今年、一部だけですけど、帯広、大気広、エリム岬、静内、ニーカップ、三石、あ、ライトもさっからつけてます。もうトラック追い抜けないんだな。去年はクロスバイクでしたね。やっぱりまたクロスバイクで来ようかなと思ったんですけど、リンコンの時楽だから。まあでもせっかくマウンテンバイクだ買ったわけだし。でもディスクブレーキが、
テンバイクじゃなくて、北海道はアップはまだちょっとしばらく、少しマウンテン買いました。ディスクブレーキはいろいろめんどくさいです。調整やら何やら、走りやすい峠から下るのはマウンテンバイクの方が楽ですね。ブレーキ強力だし。でも輪行はクロスバイクの方が構造単純だし軽くて楽です。タイヤディスク嫌いだ。どんどんイメージ悪くなる。使えば使うほど。 V ブレーキの方が簡単でいい。イワスのやつです。乗り手したい。うん、この間北海道で走った時にはディスクのところが曲がったら嫌だなと思って、飛行機輪行の時はクロスバイクで行きました。この辺りこんなんだったかな。いや、この辺り覚えてないな。20分ぐらいらしい。 V ブレーキのマウンテン今少ないんですよ。あとは安いパーツがついたやつになぜか V ブレーキがついてますね。貫通ブレーキもまたなかなかに歴史のある感じの歴史を感じるブレーキですよね。そう、 V ブレーキの方が簡単でいいんですよ。しかも制動力はちゃんとありますからね。変な自転車。輪行ディスクですよね。やっぱ私は油圧というよりはディスク本体が歪むのがまずいんじゃないかなと思ったんですけどね。で、今はどこかっていうと、どこ何か地名が分かる場所、持ち情報は。うわ、空気が急に冷えてきた。ないな。三峡フロンティアの前です。フロンティアじゃなくてフロンティアの前です。地名が分からんな。ブレーキ付け替え、今このフレームだとできないはずです。確かクロス、まあとりあえず気仙沼市内ですけどね。今は気仙沼市のどこだか分からないです、地名が。あ、バス停だ。このバスとはさっきのあのバスと繋がってないのかな。宮古バスだから多分違うな。最地、最も知ると書いて最地ってとこです。まあ港の方まであと20分ぐらいかな。松井は今この明るさだったらまだ港の様子は分かるんだけど、これから急に暗くなりますね。ちょっと延長したってことか。延長は私の努力ではないので、皆さんツールに陸前高田の方までは行かないですね。明日も朝から輪行して一ノ関の方に移動してしまうんで、一応自走も考えるかな。天気予報が覆れば。街灯この先は少しはあったと思います。港の方はなかったかな。本当に壊滅という言葉通りの景色ですか、でしたからね。多分今もそうじゃないかな。本当に建物があんな状態に、まあ、瓦礫を撤去したからああなってるんだろうけど、努力です。違います。分岐まで近づかない。よっ。あ、すごい。確かによく地名出てきてましたよね。陸前高田。前の時は配信時のタイムシフト的な映像だったら残ってます。確か
三陸連合、そのあたりの情報別に知りたくないな。私の頭の中ではなぜか ナックルズという名前の情報カテゴリーとして、さっき歩道の赤信号ギリギリで渡ってる年に赤になりましたね。あれはちょっと勢いでいてしまったかな。スバイク三陸連合セナプルという文字列のフォルダに入ってます。なんか本屋さんでそういうなんかなんていうか、なんて表現したいんだ、ああいう手、あの手の情報は、暴力系とか犯罪系とかそのあたりの情報をひっくるめたものが本屋さんに並んでた本の中で特に目立ってたナックルズっていうタイトルの本に結びつけられて、私の頭の中ではそういうカテゴリーになってます。知りたくもないっていうカテゴリーですね。確かありましたよね、ナックルズっていうやつ。ニコ生ナックルズっていうのもあったらしいし、コンビニだったかな。ワンワン、なぜ子供がワンなんだ。大雨おられましたね。久田さん、子供がお母さんになんかじゃれつきながらワンって言ってた。バイパス26号にこれから行こうとしてるんですけどね、あれ分かれるのかな、一応信号あるよ。あと1時間ぐらいかな、真っ暗ですね。やっぱりもう今日が暮れたはずです。お風呂入ります。そもそも風呂に入らないという選択肢はない。旅行中であっても風呂に入らないという選択肢はない。今まで旅行中に入れなかったのは1回だけ、北海道の積丹半島で1回だけあります。明るさ的には多分この道、幹線道行った方がいいんでしょうけど、そっちに乗って週に綺麗好きというか、入らないと気持ち悪いっていうので、そんなに風呂入らなくても死なないというのは分かってます。どちらかっていうと、あ、でも難しいな。そう、私は風呂上がりの気持ちよさがないと生きていけないです。風呂に入る気持ちよさ以上に風呂上がりの気持ちよさがないと生きていけません。私は風呂入らなくても風呂上がりの状態にさえなればいいです。油油ノリです。2人でどうやって風呂足伸ばせる。私はもうそれもマウンテンバイクはメリダです。そう、気持ち悪いっていうのはあれ多分気分的なものが大きいですよね。大人の風呂って何ですか。子供の風呂があるというのか、じゃあその逆にシャワーでも、あ、かなり得られますね。確かにシャワーでも得られることは得られる。ただシャワー浴びてる間ちょっと寒い。私は今ぐらいの時期からちょっとシャワーはきついですね。人間シャワーでも割とそう、風呂上がりの気分にはなります。結果的にはそんなに変わらないです。私はん？風呂に切り替える。あー、暗くなってきた。あ、そうだ、後ろつけとかなきゃ。リアフラッシャーをオン。ついたか。ついてない。あれ、押せなかったかな。押せた。よし。
難しいですよね。手元でできるようになったらいいんだけど、これもリモコンでできてもいいですよね。本当、あ、なんだこの匂い。水産加工工場の匂いか。リフラッシャーオンです。なんか塩臭いというか、魚ともちょっと違う変な匂いがしましたね。化学っぽい匂いなのかな、あれ。体にはですね、シューズの後ろと確かヒップバッグも再起反射のやつがついてたはず。あとヘルメットの頭の後ろ、ウィンドブレーカーにはついてないですね今。まあ自転車に乗ってる間は自転車自体が光ってるから大丈夫だと思います。歩いてると別ですね。ですね、タイヤサイドも光りますよ。横から見たらめっちゃ光りますよ。めっちゃ、もともとタイヤ自体にあの反射ベルトがついてるタイプのやつで、それプラスリムの反射テープですからね。白と黄色に光ります。かっこいいです。うまく写真撮れば。ラッシャーデコチャリは電池効率悪そうですよね。あれ、使い捨ての電池を使ってた時期ですよね。エネループ的なものが出てきたのはかなり最近だし、あれダイヤモンドでもなかったですよね。ナショナル、あ、これどっちだっけ、どっちだっけ、見てよかったっけ。ちょい待ち、左行ったらちょっとずれるな。右の方ですね。さっきに比べれば車は少ないけど、まだちょっと半日でしたっけ。何ぐらいしようね。こっちでも一緒で危ない、危ないというのはマウンテンバイクだ。あれ暗い。あと登ってる。さっきよりはこれでも少ないんですけどね。ライト、あ、結構見えてますか。立ちこぎ、そう、車は私はそう思うんですよね。あの、自分が車を運転するとして、ちょっとなんか眠気とか意識が飛んでハンドルを 0.5 秒でも余計に回したりしたら死にますよね。テールライトつけてます。さっきつけました。車なんかやらかした時の結果がでかいですよね。落車したのは去年のあの、霞ヶ浦の時の玉造りタワーの前でが最後ですね。風はないですですね。対向車線のライト浴びてると自分が全く見えてないんじゃないかって気分になりますよね。またしてる。釣られたことあるある。百戦錬磨ですよ。
が走りますよ。そうそう、ミラー一遍ぶつかったことあります。ミラー満足したいな。そう、もう百戦危うカラス。真っ暗、まだなんとか港に着けばって、もう諦めよう。いい加減、去年より30分ぐらい遅いのかな、これ1時間まで遅くないと思うんだけど、去年と全然違うな、明るさが。中野小石みたいにそんな太くないです。引き車、私も沖縄ですかね。本当寒くないと楽だからな、冬は。大晦日に半袖短パンでいいなんていう外で、やっぱりこう、ちょっと分かんないな、まだ。私のイメージは気仙沼の港の方なんですよ。日がひどかったところ、奄美大島ないです。で、奄美大島は確か穴じゃいけないんですよね。あそこは確か JAL だったと思う。だから株主優待券使うこともできない、あそこは。私は今1枚持ってるんですが、去る人からもらって。台湾、こんばんは。気温、でもさっきからなんか上り坂と思ったりしてるせいか、あんまりまだ寒さ感じてないんですよ。さっき急に温度下がったなと思ったんですけど、石垣島はもう確か乗り継がないと石垣島行けなかったんでは。直通は JAL だけだったような。津島まで行ったことないかな。でも多分あそこは普通に寒いと思う。もうそろそろ右どっかで折れたい。港の方に回っていくには、いらっしゃいましたかな。ちょっと過ぎてるな。いや、ここだ。仏像返せ。何ネタなのかな。よし。これは渡れない？いや、チャンス。よっしゃ。ようやく寂しい道へ。去年この辺りどういう道通っていったんだっけな。今日は、いや、普通の民宿のお風呂だと思います。真っ暗になりましたけどね。今日は金交換さんです。短くなりましたね。去年よりも暗いのはやっぱ時間が遅いからなんだろうな。いや、宿配信は一人で泊まるんで大丈夫です。よほどお騒ぎしなければ迷惑かかんないと思うんで。あ、で、また普通の道出ましたね。ブレーキ中、私はディスクブレーキしてからまだ変えてないです。でも結構減ってるって言われましたね。早くも港にですね。港の方はあんまり街灯なかったと思うから、まあでも一応港の中通ってから行くルートです、この先。年どれぐらい、あ、なんだあれやと思ったら月か、あれ赤い変な夕日だなと思ったらあれ月でしたね。本当太陽と同じ大きさに見えるな。
ていうか太陽が皆既日食があるわけだから 月と同じ大きさなんだ。6万円はまあ、よっと、よいしょ、映ってますかね。ちょっとこれ綺麗ですね。あれ何かと思ったら、まん丸ですね。ちょうど満月ぐらいなんですかね。なかなか写真で撮れないよ。ちょっとこんな、いや、あの散歩のおばさんだったんですけど、三脚、そう映ってない。あ、ちょっと暗くしすぎた。マイナス 1.3 でいいかな。よっ、めちゃ綺麗。あ、どうだろう、話しかけたように聞こえたのかもしれない。確かに今意識してなかったですね、あんまり。お、映った映った、よし。遠いか。そう、またあの話しかけられるスキル、話しかけられることができる。何年代、あ、同年代。今の人は50代は言ってるかな、どうかな。わうわう、わうわう、よっと。今日満月なんですか、あれ。まん丸ですよね。あ、ですよねって見えてないか。まん丸なんですよ。本当になんか夕日っぽく見える。周りの雲が黒いこと、暗いことを除けば。おう、うわ、なんかこの辺り路面がドロドロなんですけど。あ、歩道がなくなった。どうなってるこれ。ちょっと歩道がないです、この先を。ちょっと足元がドロドロに。どうなってんだこれ。急に歩道が消えた。よっと、後ろついてます。ギャライト確認コメント多いな。この辺りもう液状化とかでめちゃくちゃなってる辺りですかね。あ、あの橋かな。そう、今あの歩道からがなんか途中からもう泥と草まみれになってしまって、冷圧月赤、月がすごく赤いです今。赤いというかオレンジ色か。去年と、あ、やっぱり同じですか。去年あの、うわー、ここからめちゃくちゃあのもう何もなくなってるとか言ったところがこの橋のここのとこだよな。いや、あともうちょいですね。ほら、ここの橋まだなあの修復されてないんですよね。報道なんてので、もうなんかあの港の方はクレーンとか出てますね。よっと、まだこの橋は手つけてないな。写真ここ覚えてますね。おお、うん、今日ちょっとお鍋は取れなかったんですよ。今Pか、これPか、よし。で、写真撮って。よいしょ。うん、ああ、やっぱり真っ暗になったか。で、うん、やっぱり明かりは少ないな。南の気仙沼駅の近く通りますね。あれ、駅は今どうなってんだっけ。この辺り本当にもう津波で完全にかっさらわれたとこだと思うから、損しますよね。損した気になりますよね。私もそう思います。
ビールは、いや、地理的、あの場所的に屋台村行こうかなと思ってます、また。あと他にもなんか紫市場だっけとかいうのがあるっていうのを、あのブログは漁ってて見たんですけどね。工事やってますね、沖縄。経度が全然違いますからね。向こうの方であの明かりが、クレーン見えないかな。この辺り被害が本当にひどかったところですからね。陸前高田がもっとひどいっていう話だったけど、これよりひどいってどんなだ。そこのところなんか一斉に工事してるみたいですね。よっと、つったかな。でここから先あちこち側の真っ暗、ちょっとじゃあウェブカメラ調整しますかね。この辺りはあの周りが突然池みたいになってたりして、これあの液状化だか地盤沈下だかで人が、そうですね、無理やり明るさ上げてみます。まず白くしてコントラスト上げて、そうそう、こんな感じ。お前って普段どこ住んでんの。貴様に言う必要などないな。貴様に名乗る名前などないな。これでクレーンのシルエット見えますかね、正面のやつ。ゆえ、ゆえってのあれか、家ってことか。ゆえにのゆえじゃなくて。私は忍びゆえとかそういうのゆえじゃないかな。ん？声切れました？ん？どうなってんだ？こっちの問題か？なんだろう？ん？あり得るとしたら、オーディオデバイスのなんかミュートボタンを押したかな？なんか一瞬おかしくなったみたいですね。今言ってますよね。何だったんだろう。ゆる、どうだろう。なんか瞬間的に切れたかのようなエラーに見えました。音声デバイスのエラーが出てて。ん？何が思わない。よいしょ。で、シルエット見えてるかっていう話はさっきしたんだっけ。あとまた。福島まで、いや、福島ですか。福島まで、この間チャリでは行ってないけど福島には行きましたよ、横浜から。港ミラーありますね。まじなわれている、どうもなんかまじなわれてる気がする。で、こっからどっちだっけ、右かな。チャリだけ輪行というものがありまして、輪行じゃないですよ、言ってきますけど。またかこつけてる、言われた。そうそう、そのネタ完全に定番化してるな。ハングした。 GPS がハング、そして、抜けない。抜けた、よし。 GPS ハングにつき少々お待ちください。バッテリー抜いて電源直して、さてここから 2,3 分だ。まあ適当に進むか。みんな車あっちから来てるからあっちに行けばいいかな。そう、 GPS ログが取れてないのは気になる。どう、覚えてるあたりまでまだたどり着けてない。
やっぱりあそこって鳴らす作業やってますね。土地確保する目的なのかな、あれは。変な匂いがする。メット、メット、これはどっちが車道なんだ。正面のは多分これ工事現場ですね。サイバー、やった。 GPS まだか。まだだ。ノービカー慣れてしまうとそうなりますね。慣れる前はそうでもなかったんだけど、といって私はヘルメットしてない人に注意するほどまでにはいかない。そこはまた別の問題だと思っているので。ありがとう。上ごと、あ、来た GPS。 よし、こっちだな。シフォンケーキ、シフォンケーキかな。ちょっと別のにしたいですね。森土屋店だ、あちこちで。これ森土作業中って書いてあります。何も、いや、今その去年手がつけられない状態、まあ、去年というか手がつけられない状態から、無添加さんいらっしゃいませから森土して場所を確保してっていうところですね。でもやっぱりそんなに進んでないな。あ、 GoPro もそろそろ切れてておかしくない。動いてる。もうそろそろメディア切れるはずですけどね。まだ整地してるレベルですね。うん、南気仙沼駅があったあたりはもう全然やっぱりその駅舎が残ってるとかそういう話じゃないですね。周りこれ真っ暗なとこ全部さら地にもまだできてない状態のとこばっかりです。エロいですよね。 SD カードに、今この状態で SD カード交換するのは非常に危険。足元に穴がなくても暗いから分からなくなる。ん、線路真っ暗、街灯がないからですね。あ、だけでもないか、曇ってるからかな今日は。でこっから右行って左の方にもともと駅があったあたり、復興計画どうなんですかね。こっちだお、この辺を一生結構できなさそう。すごいな、預言者だ、預言者だとか煽り返す必要ないな。そういう、そういう、ん、音声おかしくなった。どのように、あ、ありがとうございます。なるほど。真っ暗ですよ。花越え？到着もうすぐです。あともう10分ないです。5分ぐらいかな。ただ、復興エタイム村のところのホエボヤに挨拶していきたい。何を行けよ。ホエボヤに挨拶。次の津波は来るかな？可能性的には分かんないな。延長、あ、延長動いてないかな。引かれてよ。2年後、いつかは、うん、いつかはですね。うん、音声どうなってますか今。できなく、どうなってんだろう。お、切れた、プチッといった。どうしたどうした。ん、あ、あ、あ、ん、どうなってるどうなってる。ん、起きた。日本に音が、
今ダメですかね。またデバイスに繋がらなくなってるのかな。音が、うお、東の方ですからね。よっと。ああ、でも6時前に着いたな。6時で絶対過ぎると思ったのに。オーディオデバイスかな。来た。わかんねえ。あとなんか音量上がってませんかこれ。振り切ってます。今これ音振り切ってないですか。上がりましたよね。なんかおかしいな。あこうこのぐらいか。なんで音量変わるんだ。わけわかめですよ。わけシーウィードですよ。いやシーウィードはわかめのことじゃなくて海藻全般のこと。シーウィード、なんか変ですね。まあ宿になんとなくこの先港をずっと回ってもう好きですね。人生のそこらかな。私はどうなってんだろう。どこの音が入ってんだ。あれか、多分またウェブカメラとかじゃないかな。多分パソコン本体の。わかる、なんとなくわかる。皆さんのそのコメントの表現で少しわかった。パソコンの中身じゃないかこれ。パソコンの中の、いいですか、ちょっと今パソコン叩きますから。やっぱりだ。どうなってんだろうこれ。こうして祝われてますね。祝ってやる。これだ。これでよし。なんだろうな。USB のUSB の PNP っていうオーディオデバイスがなぜか別のデバイスに変わってる。同じ表記なのに。今のパソコン中のマイクになってましたね。内蔵の。まだ宿にいつ着くと思いますか。あなたあと早く宿に着かなきゃいけない理由あるとお思いですか。昭和45度で叩くんでしたね確か。チョップで。息を。あと鉛筆でなんか祝ってやる。見た時っていうのはどういう意味だろう。どこに泊まる。民宿に泊まります。すぐ先です。パソコン次の買おうと思うとだんだんパソコン調子悪くなりますよね。心読むから。パソコンはユーザーの心を読むから。今何て言われたかな。初見って言われたのかな。だとしたらいらっしゃいませ。魚市場。あ、そうですね、ここ。あれ、これは、あ、解体されてるかな、ここにあった建物。確か、昔マグロ丼食ったのこの辺りだったよな。ああ。そう、今年の宿も実は女子校の近くです。こんばんは。ここってあった建物が、あった建物が取り壊されたのかな。でもこれ朝来ないと分かんないな。マグロ。そう、女子校のすぐ下です。宿の人はその津波来た時に女子校の上の方に多分逃げたんだと思います。で、宿の人は全員無事だったっていう。本当に去年泊まった大鍋屋旅館のところは1階が波でさらわれちゃったらしいですからね。でもその後お風呂を開放したりして復興作業に協力したりしてたんだったと思います確か。よし、こへ。あ、船だ。何かと思った。あれ
結構なスピードで移動してますね船。一瞬列車かと思った。あそこ光って動いてるの分かりますかね。あの黄色いチカチカ廃校？あ、トップとか。で、去年ホヤボヤの顔出し看板があったのはエレベーターの確かここですね。あれ？これのどこだっけ？もうちょい向こう側に回ったところか。最初にこのホテルで、あの震災前に来た時にホテルで食事しようと思ったけど、あのホテルの人向けの食事だけだったんですよね。お、いらっしゃい。はい、もう着きますけどね。テンポ悪いのかな。うん。多分電波か規制かなんかだと思います。あれ確かここ去年はなんかあのテントが立ってたような。ほらこれ去年これで顔出し写真撮りました。よっと映像いってないかな。木々はあの復興屋台村の入り口のところです。プラザホテルですかね。あそこも確かあの従業員の人もお客さんも当日は被害、あの人的被害なかったらしいんで。人的被害って言い方もなんか遠回しだよな。亡くなった人はいなかったらしいので。エレベーターがそれですね。前あのエレベーターに審査前に乗ったことがあるのは別に自慢でも何でもないな。特に自慢にならない。よっと写真撮って、はあ、待ってますか。うわスタスタ。GoPro がまだついてるのはなんでだ。今動いてますか。動いた。まあ真っ暗ですけどね。今日の昼はいいもん食いましたよ。秋馬丼。あ、まあ海鮮丼ですね。海鮮丼多分ぜんざいだったか汁粉だったか食ってきました。もうちょい。その前に復興屋台村のとこのホヤボヤ見ていく。確かここです。更新ただの、うん、そうですね、刺身系よりは。ここが復興屋台村。うん、ここはいろいろあるんで。何時までやってんのかな。で、あの九段のホヤボーヤは、九段のホヤボーヤは、あ、今信号どうなってた。大丈夫だよな。この辺りにいたんだけど、あれいない。あ、エレベーターの時ですね。あれホヤボーヤがいない。どこ行った。せっかく挨拶しようと私が来てあげたのに。あれまたどこ移動したのかな。ホヤボーヤびっくりしているのかな。やった。であとなぜかだるまが、ホヤボーヤの代わりだるまが。よーっと確かホヤボヤこの骨てあのこの辺りにいたんだったと思うんですけどね。挨拶いないですね。ホヤボヤで後でここにあの夕飯食いに来ようと思ってます。ワンコイン。あ、なんか映ってました今。ホヤボーヤいない。こっちの本当の入り口の方に来てるってことはないかな。あー、いないな。どっか行っちゃいましたね、ホヤボーヤ。それなり楽しみだったのに残念。いない。寂しいですね。いや、タバコ屋のとこ、タバコ屋だっけ、あのあそこにはいなかったです。さっき見てきました。
あと別のとこに映ったのかな。早く引っ込め、早く引っ込め。よし、来た。だるま。先の郵便ポストの話ですかね。おやばい、人気者ですからね。本当になんか結構ファンの人もいるらしいし。聞いて。まあ、後で店に行った時にでも聞いてみます。お店の数は、ちょっと中見てるなと分かるんですけど、遠目に見たら変わってないように見えます。ほやぼや。あ、この辺り周りが少し、綺麗にされてるな。あ、でもないか。この辺りですね、周り全部水浸しで、あとまだ少し、建物残骸残ってたんですけど、結構綺麗にされてますね。うん、確か去年この道のギリギリのとこまで水があったはず。どうしますか。あ、いや、この先がギリギリのとこまで水が来てたやつだっけ。この先の道、うん、いや、やっぱり去年よりちょっと変わってるな。うん、あ、この辺り多分埋められてるかな。そんで宿はその目の前のあそこ、目の前に金鉱館が見えてます。旅館金鉱館。ちょっと大鍋屋さんの方を前見ていきますかね。そう、ふかけラーメン、結局ここでまだ食ったことがない。うまい。ほや、そこやなんか癖が強いっていう話でしたね。フカヒレラーメン、やこの店は去年来た時もこの時間にやってなかったな。そう、バス停に多分そうですよね。それかこの辺りだったっけ、去年あの水が張ってあったのは。張ってあったじゃない、水が溜まってたのは。フカヒレ自体に味ないですよね。いや、やっぱさっきのとこだ。ん、女子校は裏の辺りなんで、あ、上のあれですね。私の目だとちょっと体育館がはすかに見えてます。体育館だと思う、上の方に。で、これが去年と震災前に泊まった大鍋屋旅館さんです。写真撮っ、ちょっと待ってよ、少し戻して写真撮ってやってますね。まだ復活しないと思いますね。ホームページもまだ放置されたままだし。あ、やっぱお客さん多いですね。靴が多い。今日はこのすぐ近く、あ、今日はさっきの復興屋台村にまた食いに行こうと思ってます。てなもんで、じゃあ今日の宿の方に荷物置きに行こう。じゃあ配信は一旦あの宿の前で終わらせて、で荷物整理して風呂入ってから食いに行こうかな。先に食いに行ったらいいかな。で、行った先で配信できるかもしれないです。じゃなければツイッターで。いや、あのツイッターじゃないです。どこが女子校なんだよ、今の建物の。どこまで拡大解釈だよ。夕飯はあの自分で探しに行きます。で、今日の宿はここ。あ、目の前の家も土台だけになってますね。これです、女子校に。ここいい感じだ。屋台村、そんなに高いもんないですよね。津波の影響来てると思いますよ。あ、でもどうだろう、そんなになんか直したっていう感じにも見えないけどな。これは金庫館。う、引っ込まない。女子校はですね、あ、あっちの方ですね。今右手の方に女子校が見えます。女子校、女子校って、なんかその持ち主に反応してるような、どうも。じゃあここで一旦配信はおしまいです。夕食配信できるかどうかちょっと分かんないです。パソコン持っていくのもあれだからな。じゃあお疲れ様です。お疲れ様です。ここかな。お疲れ様です。
じゃあ。お疲れ様でした。ライド。安全運転で。まずって。お疲れ様です。あれ？追われてない。追われてない。あれ？もう一度。お疲れ様でした。あれ？お疲れ様でした。今度は終わった。よし。なんだ今の。じゃあ。GoPro も、なんでメディア1日持ったんだろうな。持たない計算だったのに。じゃあ、これで終わります。お疲れ様です。